どうも、うん、金子です。はい。経済学者なのに、うん、経済しゃべってない気がする。しゃな。ですけども、<laughs> なんか、うんなんよ。よく。もう。なんか。 吠えてるっていうか本当にねちょっとひどすぎるから吠える経済学者にしよういやでも経済とやっぱリンクしてると思いますよ政治が正しくてまっすぐだと経済も健全に発展していくんじゃないですかそうですよその通り太田さんがいいこと言ってますよね僕は昔太陽ホエるルズだったんですけど今横浜ベイスターズになっちゃったから頑張って今日もやりたいってこと言ったんです今面白いこと はっきり言うけど今のはつまんないってやっぱり思い入れでファンだったんだけど太田さんこれ解説しなくていいわ分かりましたじゃあまたつまんないこと言おうかなやっぱり黒田安ベっていうんで今日はやろうかなとまずは黒安ベのミックスも黒田安ベじゃないですか桜の会も真っ黒田安ベじゃないですか <laughs> ね、ごめんなさい <laughs> もうねえねえいいけどさいちいちギャグ言う時は私の目を見つめながら言うのやめてよ <laughs> どうせなんか言われると思ったが <laughs> <laughs> <う> <laughs> ちょっとでもさ<す><お>だけど安倍首相のこう <laughs>、うん、所信表明からもう見え見えすぎちゃって。はいうん あの桜の疑惑もカジノもねかわいい菅原問題も一切言及しないし体観輸出規制の失敗も触れないしもうリボポンが入ってきちゃってもう日本メーカーボロボロになっちゃって福水本に帰らずになっちゃったっていうことも言ってないし言ってるのは東京オリンピック成功会見 それから全世代型とかいう社会保障の切り捨て問題ばっかりを猛烈に言い続けてるわけですよね。で結局オリンピック前か後かに解散したいと。でオリンピック万歳みたいのを利用してねで解散しちゃえばこれで全部リセットボタンみたいなねそういう路線をずっと。 あの歩んできてるけど<今>ダメだねね金子さんの予予想想ですよだけどもうそれじゃとても通用しない次々出てきちゃってるから、うん、でこれはあのー、桜関係の桜を見る会の名簿はね、うん、やっぱあると、うん、あ,れあるっていうのは各省庁の、まあ、毎日の記,者あの記事だったけど推薦者名簿とね招待,招待者名簿2つあるんだけど両方とも各省庁で1年未満にしてるのは、うん 内内閣閣官房との一部だけっっってこかちゃたそれ以外はもうみんな取ってるんだよ全部3年から10年取ってあんだ。よ取ってるんだよそれで記録を残さなかった行政文書のねファイル管理簿が記載なかった国交省もすみませんミスでしたありましたっていうわけですよだからなんで内閣の安倍昭恵だけがないのかね安倍昭恵枠がないのか 非常に嘘くさいというか、不思議ですよね。それで、実際に安倍さんのところに、廃棄のログを公開しろと。安倍にさんつけて、明恵に何もつけないな、ちょっと。まずいですか。じゃ、安倍と明恵さんね。安倍、明恵枠って、のは安倍さん枠と明恵さん枠合わせてっていうこと。で、すね廃棄ログが公開しないと、何なんだということになっちゃうでしょで、実際にその後出てきて、増田さん。 派閥の菅原河合がやられちゃってるのでいろいろお冠なのか分かりませんけど内閣からどんどん情報が一部出てき始めて時間ごとの桜の会の時間ごとの入場者数っていうのが出てきちゃったわけでそしたらもう開始前から8000人入ってるというのが分かっちゃった。 でどうもその安倍後援会枠で行った人の中で、うん、手荷物検査も受けないで、うん、あの入りましたと、うん、つまり特権扱いで入れたと、うん、いうことが分かっちゃった。 いるわけだから、うん、これ早めに入場できる人たちが安倍さんがその桜を見る会を主催しているするようになってからだん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 増えていったとそういう人たちはおそらく講演会の方々を早めに入れて写真撮って飲食どうぞ先に済ましてくださいなんじゃないかっていうことですよね。写真撮ってたしあとは事務所で普通家族とその未成年の子供、うん で同伴っていうのは分かるじゃんだけどあそこまで分かったよねコピーでどんどん行きたい人がいたら申請してくださいて市議会議員かなんかにばらまいたってやつねあと友達でも連れてきても OK のねそんな税金でやっちゃっていいのって後援会活動で選挙のための誘導でしょ局局減すればね毎週だよねだこれはもう完全に法律違反だよでその上でさ なんだあの名簿に関してもねあのあれじゃないかジャパンライフの元会長が招待されてたとだからもう要するにあれマルチ商法だから、うん、こんなもの個人情報の保護を理由にしてさ、うんうんうん 名簿とかね、廃棄録画できないとかそういうことは絶対ありえないし、うん、だってジャパンライフのここの会長が、うん、桜を見る会の、うん、あの招待状を使って宣伝してたんだからなんで個人情報になる個人情報なんかもう関係ないじゃん、ね、関係ないよね、うん、で、最近はさらに問題なのは、うん、ホテル側の責任にしようとする、うん 安倍さんすごいもうホテル側がホテル側営業の理由で明細書が公開に応じないと言ってるわけでそれはなぜかっていうと簡単なんですよ矛盾はホテル日本大谷のホームページの中で立職は1人当たり1万1000円から受け付けてますって書いてあるわけでところが5000円だって分かっちゃってるからじゃあどうすんの6000円分はっていうことが問題なわけでしょ。だかから明細書出せと あのいろいろ。 領収書を出せとか言われてるといや実はホテル側が徴収したとか一緒に徴収したとか嘘だらけのことを言い始めてるわけでしょじゃったら明細書を出してねじゃったらだったらだったら余ったらって言われちゃってもごめんなさい。ということでもう一回ホテル側の明細書を出せったら出せないってわけでじゃあ秘密会でね国会の秘密会で出したらどうですかって言ったわけだ。 それも出せないって何を言ってるんだ君はっていうだからもう安倍さんもう完全に破綻していて国会の秘密会で要するに公開しないでそれは立憲の福山幹事長かなんかの質問で出てきてこれも公開できませんって要するにさ真っ黒なんですよこれは。要するにも あの明らかに講演会が補填をしている可能性が高くてで名簿の中には相当選挙活動に近いようなものも出ていればそれからあのいわゆる問題になった反社会勢力とかそれからあれですよ詐欺企業マルチ関係の企業とかそういうものが出ちゃっているということが分かっているわけですよ。出さないと ジャパンライフの会長よりぶったん曲げる人呼んでんじゃないかって逆に思う思うよね,ね相当ひどいで、うん、その一方でまたあれじゃないですか個人の責任だって言って、うんうん、あの なんだ川い、うん、夫妻とそれから菅原和妃、うん、で結局説明するって菅原和妃出てきたけど、うん、まあカニメロンリストって言われてますけど、うん、この問題についてはほとんど言及もってないでしょ、うん、睡眠障害睡眠障害出てきたら説明するとか説明してないよ、うん、早くやめろよこれだからもう一つはあれですよ川合案里ねっ案里はですよ 1億5000万円振り込まれたんですよ自民党の本部から。1億5000も振り込まれてウグイス性かなんか知らないけど選挙運動員に3万円配っちゃったと。それを二重の領収書で取ってたと。さらに言えば 県議会広島の県議会選挙で、うん、広島県議にお金ばらまいてるってこと分かっちゃったら、うん、もうこの中で公選法違反じゃない、うんはい、あその広島県議にお金ばらまいてるの分かっちゃった分かっちゃったあそうなんだ、党からたくさん金がくるとこ,ところは別に問題ないんだよね、そうそうでもね、金額がいくらああそれは違法性がないっていうのは違法性はないんだよねです。 対立候補の人がなんか岸田派の。溝で、現世。溝でさ、1500万円だった。10倍も違うんだよ。10倍違って広島のキでお金ばらまいてるってさ、こんなもんスキャンダラスそのものじゃん。しかも落ちちゃった落ちちゃった。か 彼らがさ久しぶりにメディアの前出てきてさ適当な時にお話するって言うじゃん。なんで悪いことした人が話す時決めんの？決めながいわゃない？だから理由はそう捜査中ですとかいう理由なんだけど捜査中とあのいわゆる国会議員としての義務じゃないですか。あのきちんと税金や政治資金の中 がきちんと公正法法律違反にのっとってかのっあの、うん、違反してないかどうかを自分なりに言わなきゃいけないわけでしょ、うん、そういう疑惑が出てるんだから、うん、捜査中だからっつってお前何を言ってるんだそれで国会出てきていいのかと、うん、国民に対して一番説明しなきゃいけないんじゃない国会休んでたの国会に迷惑かけるといけないからって言うんだけど、うん、国 社会議員なななななののにここにに国いっていいいいって芸人なのに面白いこと喋んないみたやちょっとねっと違う僕はさっき最後にね、うん、さっきの太田さんの言ったことが大きいと思うんですよ。うん なぜかというとこんなでたらめな丁寧な説明といって時間稼ぎで何も説明しないで結局、癒着や不正やすんまんせ法律違反これが野放しになってるわけでしょで経済なんか絶対良くならないし産業も経営もだめになるし法律違反だとしたらなぜほっとくのですよ公正なルールがないかったら資本主義じゃないですよ。 はっきり言えば法律違反だったら法律違反ですよってちゃんとしなきゃいけない当局はやんなくちゃいけない前も言ったけど官民ファンドのジャパンディスプレイとかクールジャパンとかね吉本も絡んでるけどこの間の日産とかね関連のマレーとかあるんだけどつい最近今週で出たのは東芝 IT サービスっていうのは200億円の架空取引してたと東芝ですよ。それは東芝 機械っていうのがこの東芝 IT サービスの株を全株取得してごまかそうとしたと、うん、そしたらなんと村上ファンドのに狙い撃ちで乗っ取りの TOB をかけられてそれで今車谷って会長が一旦退いたのに社長を押しのけて社長も兼任でやりますっていうそういう状態になってるわけですだからもう終わってますよね経済も。 そういえばゴーンが23年後に傾くみたいなことを言い出してるよね。そうだ,ってもうだって売れないもん、うん、日産。だそういうことをや,やってると、うん、そのなんていうかみんな最後に一言だけ言うと、うん、あのアベノミックスを言ってきたけど。うんうんうん で、結局貿易赤字がずっと続くようなになっちゃってるでしょそれで、年間八十億、八十兆円で、アベノミクスで。デフレを脱却して、二年で二パーセントつったけど、まず時期を消しちゃって。ついに、今度の初信表明演説で、あの。二パーセントの物価目標も消しちゃったんです。あ、やなくなった。やなくなった。オリンピックはたくさん。なん、オリンピックはすごい。何の目標も、何の時期も、かぎ、あの。 期限もなくね、うん、ひたすらだらだら財政赤字出して金融緩和をしてるっていうのは今の状況自分が総理になった時のこう政策を発表したのが全然うまくいってなかったうまくいっってなかった財政赤字をけ、うん、あの減らしたとか言うんだけど、うん、日銀が13兆円赤字をかぶってるだけですから。 どうでもいいけど日本の賃金を上げてほしいっていうのがねそうですよ世界は上がってるのに日本だけ賃金が上がらないんだからしかも20年以上もですう,うまく,い,くいかないよねいかないですよそれは格差はひどくなるし<ー>貧困はひどくなるしはい時間ありがとうございました <laughs>